皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日は、有利科学博物館へお越しいただき、誠にありがとうございます。それでは、プラネタリウムの投影を始めるにあたりまして、いくつかのご案内を申し上げます。 上映中は他のお客様のご迷惑となりますので、携帯電話はマナーモード、もしくは電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。館内でのご飲食、おタバコ、撮影はお断りしております。ご協力。 よろしくお願いいたします。出口は館内後方の左右にございます。上映前にご確認をお願いいたします。出口には係員が常時控えておりますので、上映中に体調不良などございましたら、お気軽に係員へお知らせください。 火事や地震などの非常時には、係員が安全な場所まで誘導いたしますので、慌てず落ち着いて指示をお待ちください。それでは、プラネタリウムの投影を開始します。星空の旅へ行ってらっしゃいませ。 今、皆さんの目の前には、夕暮れ時の空が映っています。映像の時刻は午後5時ごろ。皆さんの正面に見えているのが太陽です。今、 まさに沈んでいくところなので、皆さんの正面は西です。太陽は東から西へと移動します。だんだんと日が沈んできました。今日の日の入りは5時10分です。 さて、映像の時刻は夜9時頃になりました。冬は一年の中で最も綺麗な星空を見ることができる季節です。都会では地上の光の影響で星空は見えにくいですが、例えば、 街明かりの届かない山頂などでは夜空に散然と輝く美しい星々を鑑賞することができます。キラキラと明るく輝く星から肉眼ではほとんど見ることができない暗い星までいろいろな星がありますがひときわ強い光を放つ星のことを と呼びます一等星は全部で21個存在しており日本からは1年を通してそのうち15個を見ることができます見られる一等星の数を季節別に分けてみると春が3つ夏が4つ 秋が一つ、そして冬はなんと七つと圧倒的に多くこれも冬が天体観測に最適な季節として挙げられる理由の一つです一等星の中でも特に目立った光を放つのがオオイのシリウスです シリウスはすべての星の中で最も明るい星で古代エジプトの時代には占いの星として尊重されていたのだそうです。そしてこの大犬座の斜め上には三つに並んだ星が目印のとある有名な星座があります。 何座かわかりますか正解は、オリオン座です。すべての星座の中で最も形が整っていると言われており、ギリシア神話に登場するカリウド、オリオンの形をしています。そして、 このオリオン座には他の星座にはない大きな特徴があります。それはベテルギウスとリゲルという二つの一等星を含むというものです。ちなみにベテルギウスには巨人の脇の下、リゲルには 巨人の左足というオリオン座を構成する部位そのままの意味があると言われています。とても面白いですね。しかし、実はこのオリオン座には悲しい物語があるんです。あるところに、オリオン、 という、とても腕のいい狩リウドがいました。オリオンの恋人は、月と狩りの女神、アルテミス。オリオンとアルテミスは仲睦まじく、いつも一緒に狩りに出かけていました。しかし、そんな二人の仲をよく 思わないものがいました。アルテミスの兄で太陽の神、アポロンです。ある日、アポロンは沖合から海の上を歩くオリオンを見かけました。オリオンは海の神、ポセイドンの息子なので、海の上を歩くことができるのです。 その姿を見たアポロンはとんでもないことを思いついたのです。アポロンは気づかれぬようオリオンにそっと近づき、その頭部に小さな光をつけると、陸にいるアルテミスのところへ行き、何食わぬ顔でこう言いました。いくらお前でも あんな遠くの小さな光は射抜けないだろうそんな挑発に乗ってしまったアルテミスはその光を射抜いてしまったのです。その後浜辺に打ち上げられたオリオンの遺体を見てアルテミスは自分がしてしまったことの真実を知りました。そして ギリシア神話の出身である父ゼウスにお願いし愛する恋人オリオンを星座として空へあげてもらったのでしたオリオン座のそばにある大犬座と小犬座はオリオンが連れていた猟犬ウサギ座はオリオンが仕留めた獲物だと言われています ちなみに、大犬座のシリウスと、小犬座のプロキオン、そして、オリオン座のベテルギウス。この三つの一等星が形作る三角形を、冬の大三角形と呼びます。天気のいい日には、大三角形の中を流れる。 天の川を見ることができますよ。冬の大三角形の左側には、ポルックスという一等星を持つ双子座があります。双子座にも、こんな悲しいお話があります。ギリシアのあるところに、カストル、 ポルックスというとても仲の良い双子がいました。彼らは出身ゼウスとスパルタの王妃の間に生まれ、勇者としてその名をとどろかせていました。しかし、ある時戦争に巻き込まれた二人は、劣勢の中でも果敢に戦いましたが、 ついに、カストルが戦いの中で生き絶えてしまったのです。悲しみに暮れたポルックスは愛する兄弟のもとへ行くため、後を追おうとしますが、運命は残酷です。ポルックスは父ゼウスの血を強く引いており、不死の存在だったのです。 ポルックスはさらに悲しみに暮れ、父ゼウスのもとへ行き、カストルのところへ行きたい、と懇願します。嘆き悲しむ哀れなポルックスを見たゼウスは、その願いを聞き入れ、二人を聖座として空にあげたのでした。双子座の右上には、 アルデバランという一等星を持つお牛座があります。では次にお牛座の物語をお話ししましょう。キリシアの出身ゼウスがオリンポス山から下界を見下ろしていると、ある一人の女性が目に留まりました。フェニキア王。 アゲノルの娘、エウロペです。絶世の美女として名高いエウロペを一目見たゼウスは、瞬く間に恋に落ちてしまったのです。ある日、エウロペが次女たちと一緒に花摘みをしていると、どこからともなく真っ白な美しいお牛が現れました。 それは、ゼウスがエウロペに近づくために変身した姿でした。美しい姿に見せられたエウロペは、引き寄せられるように、お牛のそばへ歩み寄り、温和な様子に安心すると、その背にまたがりました。その途端、先ほどまでおとなしかったお牛は、 ものすごい勢いで走り出し、海を泳いで、クレタ島まで、エウロペを連れ去ったのです。そこで変身を解き、エウロペに正体を明かしたゼウスは、彼女と交わり、ミーノース、ラダマンテュス、サルペドンという三人の息子を設けました。その後、ゼウスは、 自らがお牛に変身した姿を星座として空にあげたのです。ちなみに、このエウロペがヨーロッパの語源であると言われています。双子座とお牛座、どちらも十二星座として有名ですね。 おうし座の上にはカペラという一等星を持つ魚舎座があります。魚舎座にはこんなお話があります。アテネの王様エリクトニオスは生まれつき足が不自由でした。アテネの守護神であり知恵や芸術を司る女神アテナは そんな彼に不自由な足を補っても余るほどの知恵を授けました。エリクトニオスはその素晴らしい知恵で前世を敷いたのです。そして不自由な足を補うべく馬車を発明しました。国中を馬車で巡り、ひとたび戦いになれば、 馬車を改造した戦車で最前線へと赴き命がけで戦ったのです。彼はアテネの人々から愛を持って支持され国は大変栄えたそうです。そして彼は死後馬車を発明した功績を称えられ星座として空に上げられたのです。 このように星座にはたくさんの物語があります。お話ししたのはごく一部ですので、興味が湧いた方はぜひいろんな物語を調べてみてください。さて、今日は冬に見られる七つの一等星と星座たちの物語をご紹介しました。 はじめに申し上げた通り、冬は一年で最も美しい星空が楽しめる季節です。この冬はぜひ夜空を見上げ、星座たちの物語に思いを馳せながら、輝く星々を鑑賞してみてはいかがでしょうか。以上でプラネタリウムは終了となります。 本日は有理科学博物館へご来場くださり、誠にありがとうございました。お忘れ物のないよう注意し、足元に気をつけて出口までお進みください。